皆さんこんにちは。さあ今日はですね、ここは、前回のね社祭でちょっとお話ししたんですけどね、このキリフェスのね、この会場っていうんですかね、その現在、建設しているこの場所にね来ております。おなんか後ろでダンス練習している方いますね。いやーここはね本当にこのフェスが始まる前は全然何もなかったところなんですけども、今これね、見てもらっているように、いろんな船が泊まってたりですとか、あとねよいしょ、こっちの方にこれ見えます、あのこう櫓みたいなのが組まれててね、会場の、設営がね、どんどん進んでおります。はい、で今ですね、あの、カメラ ZV-1 ってね先日購入したソニーのコンデジ使ってるんですが、どうでしょうか。今回はね 4K の 30p にして手ブレ補正をアクティブにして、さらにワイコンをつけてジンバルに乗っけてっていうね、まあ、かなりごちゃごちゃしたものになってしまいましたが、もうね手ブレ補正はねかなり強力になっているので、もうねこれで外撮りは大丈夫だろうということでね、今回夜間のね、実践投入っていう形で今ね撮影しております。ちょっとカメラ正面に向けましょうか。さあそれではですね、もう一回ちょっとこの会場のあれ見せましょうか。ぐーっとズームをして、こんな感じのね場所でやるみたいですね。もうたくさん船が今止まっててね、なんか向こうのね船からはこれ見えますかね、なんか水みたいのがこうバーって吹き出していてね、何やってるんでしょうと思えばですね、ここにおっと、はい、でテントとかの、あれができてたりとか、でさっき言ってた櫓がねこれにねなります。ちょっとごめんなさい、操作がねおぼつかないので、はい、ワイドでやりましょうか。こんな感じなんですね。さてそれじゃあぼちぼちね歩いていきましょうか。さっきはそこにねお若い人、あの何やってるのかなと思ったらね、あのよさこいのある練習してますね。なんでしょう、このキリフェスでね、出るんでしょうかね。はい、で、さっきも言ったんですけどもね、手ブレ補正これねアクティブで今ね、一応ジンバルはね持ってますが、かなりラフに歩いていますが、手ブレの方はねどうでしょうか。もうこれだけやれば多分ね、あのブレっていうのはほとんど得ないとね思います。お、すごい会場がねこんな感じにねもうほぼほぼできてるんですね。多分この動画を撮っている次の週の週末かな、それが当日なんでね。ただあのまあこれはこの前の動画にも言ったんですけども、どうやらですねこの会場のねやってる最中はこの会場の中も外もね、あの有料無料問わず撮影はね禁じられてるみたいなので、まあ、残念ながらね、はい、ちょっとね様子をお届けすることはできません。なのでこうやってね、あの開会する前ですか、その建造中の様子とかをねお届けしようと思います。これが多分ねメインのねあれなんでしょうね、会場っていうかあれの場所なんでしょうね。今この足元見せますけど、なんか黒い点がたくさんあって、あれなのかな、席の場所っていうのがで、今はちょっとこうねコロナ禍なんで、そういうソーシャルディスタンスを踏まえた作りなんでしょうか。ぐーっとパンしてますけども、はい、この時間帯こんなふうに船舶が止まることってあるんですね。おかげでねすごくね周りは明るいです。いやそれにしてもね今本当にね暑いですね。現在の気温なんですがね、これ夜なんですが、25度を、ね、超えております。あ本当日中はね27度に なっていましたね、うん、で、帯広とかは確かね30度いったのかな、非常にね暑いあの夜、熱帯夜の、ね、ような夜が続いています。しかもあの今日は霧もね珍しく出てませんし、風もそんなに吹いてないんでね、釧路でねこんなにムシムシすることって年に1回か2回あるかないかですね。本当に暑いですまあ暑いといってもね、あのね関東とかいったところに比べると全然普通じゃんって言われるかもしれませんけども、いやこの僕のようなこの北国暮らしの人からすると割とねきついですね。まあ、そんな感じでね、このキリフェスのちょっとこう様子っていうんですかね、あの会場の設営してる様子チャットだけ見てもらいましたが、どうだったでしょうか。なんかこれでね終わるのもちょっと味気ないんで、そうだ、せっかくだからねもう一箇所違う場所行ってみましょうか。はい、もう一箇所のねぬさまい橋にやってきました。こうやってね夜のぬさまい橋撮るのねすごい久々ですね。で今はですね、あのムーとかも営業時間も元通りになって、でね炉端焼きのお店もあったりしてね、すごく綺麗な感じにね今日は撮れますね。雲もないし、
いやすごいね、動画撮るには絶好のね夜になりましたね。このね、四季をなんだっけ表す像とかもね綺麗にライトアップ、されております。そうだ、せっかくなんでねちょっとこの橋の下もね、降りてね歩いていってみましょうか。さてここまでね結構ポツポツ歩いてきてますけどもね、手ブレとかの方はどうでしょうか。特にロール軸とかのねブレが結構激しいような気がするんですが、まあ映像としてねこのブレがそのまま、適用されるかといったら多分されないですね。なので多分大丈夫だとは思うんですが、お見てください、気温がね、25度って出てますね。いや夜でもこれだけね暑いっていうのはなかなか釧路では珍しいことですね。あこっから見るムーもね素敵ですね。で横にはかなり眩しいあのライトアップもね、されています。うん、まあ、いつかねちょっと機会があったらあの炉端のお店とかもね行きたいところではあるんですが、ここすごくねあの綺麗にライトアップされていて、あの観光されてる方もねさっきから何人か、見ましたけどね。あもうちょっと何かねこうここに来るなんかあればいいんですけども、なかなかねこれいや風景だけじゃちょっと弱いところはねありますよね。なんかチャポチャポ鳴ってますけど、あ海の音かびっくりした、何の音かと思いました。前ね確かあのこの釧路のモニュメント向こうからね見たの覚えてます。確かなんだっけな、なんかのかん、末広歓楽街か、それをね見に行った時も確かあれ映したかと思うんですけども、はい、向こうがねあの飲み屋街になってまして、でさっきのムーが向こうにあって、ここがねさっき歩いてた橋になりますね。橋はねライトアップされていて、今はねこれ青一色ですけども、なんかその時期とかによっては結構ねいろんな色になってるみたいですね。せっかくなんでちょっとこうぐーっとズームして、これが限界かな、はい、これでちょっとね歩いてみましょうか。おそらくねこれだけズームすれば結構そのブレとかはね出てしまうかもしれませんけども、まあ、それもねちょっと知りたいので、これで本当ね何のブレもなくできるんだったらもう外撮りはこれ一本で全然任せられそうですね。今日はね結構暑いですから、多分ね末広の方とかではねあのビールとかがよく売れてるんじゃないでしょうか。やっぱ暑い時にはねこう冷たいものね引っ掛けたくなるっていう人も結構いたんで、その気持ちはねすごくわかります。多分僕もね帰りなんだろうアイスかなんかね、買って帰ると思います。そうそう、この後ろの方にですね、はい、こちら釧路ねセンチュリーキャッスルホテルってあるんですけどね、ここホテルあったんですね。僕もあのこの辺ねまず歩くことがないからちょっとわからないですけどもね、なんかすごく素敵なホテルがあります。これね動画見てる方とかでもね泊まったことある方ねいらっしゃるでしょうか、ね、こっから見えるこのねこのぬさまい橋と、この街並みっていうのはねすごく素敵なので、なかなかね、いい観光のねスポットなんではないでしょうか。さあということでね、どうだったでしょうか。この、ね、キリフェスの会場とねこの夜のぬさまい橋見てもらいました。いや日中はねすごい気温が高くてね活動するのが厳しかったですが、夜はねあの少しは涼しくなるのでね、まあまあこの薄着で歩くにはいい感じでした。本当ねここね今観光シーズンともあってねそこそこ人とかもね出てきましたし、うん、本当あのいい場所なんでねぜひ皆さんもねこうなかなか今手放してね観光に来いっていうのはちょっとこうやりづらいところではあるんですが、ぜひね北海道とかにお越しの際はこの釧路とかでねこのぬさまい橋、見ながらねこういろいろ観光してはいかがでしょうか。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様も何かも参考になれれば幸いです。で今後ですね、こんな感じでね釧路のね風景とか北海道の景色どんどん撮っていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。